みなさん、中小動物化け物化け委員会の仮面ライダーニーナです。気をつけれ、よろしくどうぞ。今日はなんと中国に来ております。またかよって思うためにその通りまただよ。中国のトイザラスに行ってきてですね、なんと気になるものを買ってきました。ボーンって言ったらボーンって出るやつやりたいの。いくよいくよ、ボーン出た出たよね。大体編集で出ます。というわけで今日は謎のおもちゃを4つ買ってきました。でも同じシリーズなの。このねロストキッティーズ、ロストキッティーズっていうシリーズで、なぜこれを買ったかっていうと、なんか3種類あったの。3パターンあったうちの1個の中で、あ、これがすんごいゲー吐いちゃってる猫を見つけたの。これを今日開けていきたいと思います。イエーイ。さあ、というわけでやっていきたいと思います。まずはこれから開けていきたいと思います。中には何が入っとるんじゃろうか。ボン、え、何、チョコ、チョコライツ、え、何、マジで全然予想が全然できない。お前ら誰って感じですね。ゲーの猫をゲットしたいんだけど、なんか心配。お豆腐入ってた。チョコ開けてみたいと思います。説明書きも注意書きもクソもヘタクラもない感じ。なんだ、粘土かな。あ、掘り出す系列だ。いるわ。なるほどね、把握。あっ、ね、本当にキモい。これ何、臭い。下の方に多分だけどなんかあるくせ。うわー、気持ち悪い。大丈夫だー、気持ち悪い。ネズミだ。これ何、うーん、多分クマ。うわー絶対じゃあこいつが入ってるじゃん。はい、ネタバレオツ。どうせこいつが入ってるに3万ピンや。ドン、どうせ入ってたー。かわいい猫かな。ピッカーズちゃん。え、これ先重なんだけど。先が重やられるっていう意味ね。じゃ続いて哺乳瓶開けていきたいと思います。じゃん、ポン。待て待て、なんかさ、絵師変わった。お願い、粘土だけはやめてください。お願いします、スライムとかにしてください。オーマイガーデンボーイ。なんでこうなる。もう同じスメルイズあるじゃん。これシール見ないようにしよう。もうシールはポイ。もう一個の方開けてから中開ける。そういう粋な演出しちゃう。リーナだって YouTuber 背伸びしてできんだからって。入れに物見せてやるって。開けます、お願い。レアでいて、お願い。白以外やめて。あ、白以外やめてじゃダメ。白になっちゃうから。お願い、白本当にやめて。ドーン。これ動画的に売れてるやつじゃん。え、しかもピンク全然おらんやん。あ、違う、これラインナップ違ったわ。こちら、絵師変わってからの方だ。あ、ママおるわ。これ粘土の色変わったら匂い変わんのかな。お前、バッスメル。いきます、開けます。ドーン。お、チッコめっちゃ。チッコリータ。私このね、スパゲッティ被ってる子が欲しいな。お、スパちゃん。じゃあ、いきます。どうで、え、え、ガチや。え、本当に見てないよ。だって今みんなの目の前で開けたじゃん。なんでそうやって嘘つきっていうの、やらせとか言うんだよ。え、奇跡、欲しいの出たよ。あー、ダメだ。この動画もう1360億回再生だ。みんな最後まで見てよ。無責任だよ。再生ボタンを押しといて。あー、イリエー。なんかやばいのいますね。絶対これかける2じゃん。なんか、本みたいなのついてる。漫画？え、まさかのパラパラ漫画なんだけど。え、てかこれさ、もう、ダメだ。誰が出るか分かったくない？このピンクのやつと黄色のやつじゃないの。そんなのはお構いなし。開けてこ、開けてこ。予想通り。はい、というわけで、このおもちゃが一体何だったのかっていうのを分かる人はぜひ、コメント欄によろしくお願いしまーす。というわけで皆さん、ニーナが自由すぎて笑っちゃうって思った人はぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしまーす。そして、ウーバーイーツってめっちゃ便利って思った人もぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。えい。